石黒積木の名前の由来は、積木から来ている頬の前と顎の下でそれぞれ内巻きになっている特徴的な前髪が印象的だが、作者はこの髪型のことをクワガタと呼んでいる。石黒めぐみとは兄弟だが血のつながりはなく、小学2年生の頃に自身の母とめぐみの父が再婚した義理の父と氏が死亡後、母親も蒸発したため、幼いながらもめぐみと2人暮らしをしていたが、その間家事全般は全て積木が行っていた。石黒積木は当時が死んだことを知らないので両親ともに蒸発したと思っており、めぐみと二人で帰ってくるのを待っている。石黒積木は賢弱に呪物を取り込まされた際に呪力に当てられ、1年7ヶ月の間眠り続けていたため、目覚めた時には足も動かせなかった。